今日はですね、大胸筋のトレーニングで、フライ系の種目だけで、胸をですね、パンプさせるっていうやり方をやってみたいと思います。前回アップさせていただいた、経過報告動画の中でもね、少しお話ししたんですけども、僕はですね、ちょっと3日前に胸のトレーニングの時に肩を痛めてしまいまして、それはね、インクラインダンベルベンチプレスをやろうと思ってダンベルを持ち上げようとした時に、ちょっとね、もともと痛めてた箇所に負担がかかって、ちょっとブチっていう感覚があってね、痛くなっちゃったので、その日の胸のトレーニングっていうのはプレス系をね、できなかったもんですから、全部フライ系の種目だけで終わったんですね。なので、ちょっと刺激が弱かったっていうことで、今日中2日なんですけども、もう一回ちょっとね、フライ系の種目でパンプさせるっていうことをやってみたいと思います。で、今のセットは一応本番セット1セット目なんですけど、ウォーミングアップを3セットほどやって、今本番セットっていう感じです。で、これをあと2セットやって、あとはね、フライ系の種目を2つぐらいやって、今日はオーラかなと、今そんなあっさりしたメニューを考えてるんですけども、はい、ということで、2セット目やってみたいと思います。で、この種目を行う時のポイントとしては、やっぱり大胸筋をしっかりと収縮させるっていうことを意識してやることだと思います。で、そのために必要なのは上腕骨を真ん中に寄せてくるっていうことですね。肘を曲げてきちゃうと、上二頭筋を使ってしまうっていうこともそうですし、上腕骨が完全に寄ってないですよね。ここまで持ってきて初めて大胸筋って最大限に収縮しますので、なのであまり肘を曲げずに、腕を、上腕をですね、寄せてくるっていう意識で、大胸筋を収縮させるように、行います。なので、こういう感じのトップポジションですね。ここからストレッチかけて、で、持ってくる。で、収縮。肘を曲げちゃうっていうのは、これがこうなってくると、これまだ上腕骨が寄ってないので、ここまで持ってくる。っていう感じです。で、ストレッチはしっかりと、肩甲骨を寄せて大胸筋を開く。で、その胸張った状態をキープしたまま、収縮をさせるっていう感じですね。っていう感じで、結構効いてます。で、この種目に限らず大胸筋のトレーニングを行う時の大切なポイントっていうのは、肩甲骨をしっかりと、コントロールするっていうことですね。肩甲骨はしっかりと後ろに残したまま上腕骨だけを持ってくると、こうね、大胸筋が山なりになる収縮をします。これをこういうふうに持ってくると、ね、その収縮って溶けてしまいますので、とにかくこの状態ですね、をキープして持ってくるっていう感じです。なので、こうじゃなくてこういう風にして、で、寄せる。大胸筋の谷間を意識する。いきます。開いて閉じる。ほう、よいしょ。めっちゃ効いてます。じゃあ、次はですね、フリーウェイトで、ダンベルフライをやってみたいと思います。じゃあ、まず胸を張って、肩甲骨をある程度寄せた状態にして大胸筋を収縮させる。そこから肩甲骨を寄せながら開いていっ
で大胸筋をストレッチさせたら肩甲骨をコントロールしながらトップポジションで大胸筋を収縮させる。この辺りで止めます。で切り返す。ストレッチ収縮で、このダブルフライも、さっきのペックフライとフォームのポイントは一緒だと思います。あのトップポジションでは、こうね、肩が前に来ないようにしっかりと肩甲骨をコントロールして大胸筋が収縮するポジションを作るということですね。ただあのダンベルフライはトップポジションに持ってくると負荷が抜けてしまいますので、そこがそのマシンとのですね、決定的な違いになりますね。なので トップポジションはあの腕がですね、地面に対して垂直になるところまでは持ってこない、その手前ぐらいで、止めるようにして、そこからまた切り返すってやると負荷が抜けないですね。ただあのストレッチは、マシンに比べると、まあ、あのしっかりとかかると思いますので、そこが、ダンベルフライのメリットかなというふうに思います。はい、という感じです。あの今の僕のフォームはですね、結構肘は伸ばし気味でやりました。あの通常のダンベルフライですと、もう少し肘を曲げてあの行うのがね、基本フォームだと思うんですけども、あのわざと、肘を伸ばし気味でやりました。まあ、一応その理由はですね、あの扱う重量を軽くすることによって、まあ、あの関節の、負担をね減らそうっていうのが目的です。肘をもうちょっと曲げると上腕三頭筋とかもね参加してくると思うんですけど、そうするともうちょっと重たい、重量をね扱わないと大胸筋には効かないので、なので、視点を遠くすることによってね、軽い重量でもこっちにしっかりと、負荷が乗るっていう、まあ、それを目的としてあのちょっとねフォームを作っていました。はい、じゃあ、これもですね、あと2セットやりたいと思います。じゃあいきます。ストレッチかけて収縮。あのストレッチをかけるときのポイントとして大切なのはですね、肘をしっかりと張るっていうことですね。だからこの時は肘の内側は天井を向いてます。そのまま持っていく。こういう風にならないように肘は常に骨は外。で、できればトップポジションでも大胸筋をギュッとね力を入れて、脱力しないようにします。そうすることによって血管がね収縮したままになりますので、疲労物質が大胸筋にどんどん溜まっていきます。あのこれ12キロのダンベルなんですけども、あの体からね離して開くと、それでもしっかりとね大胸筋に負荷がかかります。であのさっきね開くときに、肘の内側が上を向くっていう風に言ったんですけども、それをですね横から見たときに前腕が地面に対して垂直になるからなんですね。これが例えばこっちにとかね、あとこっちにとかって傾いちゃうと、それは、ダンベルがこう回転する動きが加わってしまいますので、それはね肩関節に余分な力もかかりますし、あの場合によってはね怪我しちゃう原因になるってこともあると思いますので、あの肘は、まあ、骨をしっかりと外に向けるイコール、肘の内側がね、上を向く天井を向くっていうことになると思うんですけど、まあ、その形を、維持しながらこういう上げ下げの動作をやることが大事かなというふうに思います。はい、じゃあもうセットやっていきます。よいしょ。
で、肘の骨を外に向ける。で、前腕が地面に対して垂直をキープしたまま開いていく。ストレッチかけて戻す。前腕が地面に対して垂直っていうのは、もちろん横から見た時の角度ですね。正面から、頭の方向から見ると、もちろん、地面に対して垂直ではないんですけど、こんな感じですね。で、下ろしたときに自然と頭が僕は持ち上がるんですけど、これは肩甲骨を捨てることによって背中の筋肉が盛り上がるから自然と、頭が浮くっていう状態ですね。じゃあもう一度いきます。じゃあ最後は、このケーブルクロスで締めたいと思います。ね、大胸筋の動きが分かりやすいようにちょっと脱いでやっています。フォームのポイントは今までの2種目と一緒ですね。肩甲骨のコントロールが重要ということで、こう肩が前に出ないようにしっかりと胸を張った状態を作って、大胸筋を収縮させるポジションを作るということですね。で、ケーブルクロスは今だと滑車が、ね、上の方についてますので、そこの方向に向かって肘を張ると大胸筋に素直に負荷がかかります。これ例えばここね、畳んでしまうとこうねじる力が加わってしまいますので、その分ロスが出てしまいますので、ケーブル の滑車ですね、滑車の方向に向かってしっかりと肘を、今のと張るっていう感じですね。だから滑車が低ければその角度に合わせてこういうふうに角度が変わっていくっていう感じです。なので今だとデクラインの、角度になってます。じゃあいきます。なのでストレッチしたポジションというのは肩甲骨は、こう寄ってるんですけど、ちょっとね上に引っ張られてるので肩はすくんだ状態になりますね。だけどそれは僧帽筋で持ち上げてるわけではなくて、重りで引っ張られるから自然と持ち上がるというイメージです。でケーブルクロスは上半身が自由に動きますので、ちょっとチーティングが使える種目でもあると思います。なのでこうしてこんな感じで、やるとちょっと、数回ね自分に追い込めると思います。
しょ。はい、という感じで、今日は大胸筋のトレーニングということで、まあ、パンプ狙いでね、フライ系の種目をやっていました。まあ、一応ね、大胸筋はパンパンに張っていてですね、力を入れてもうまく収縮しきれない状態になっています。今日はですね、インクラインの角度だけはやってないんですけども、まだね、インクラインだけはちょっと、プレスもフライも痛いもんですから、ちょっと避けたんですけども、まあ、だいぶね、肩は回復してる感じはしますので、まあ、もうちょっと待ってばまたできるようになるのかなというふうに思っています。はい。で、まあ、今日ね、いろいろ、フライ系の種目のポイントも、解説しつつやっていましたので、そのあたりもですね、ぜひ、よければね、参考にしていただければと思います。で、僕は今、ボディビルコンテストに向けた減量中ということで、今日でちょうど減量スタートしから8週間経ったんですけども、まあ、まだまだね、コンテストコンディションには、遠く及ばないので、まあ、これからもね、頑張って、絞っていきたいと思います。ということで最後は、ポージングチェックをしてね、終わりたいと思います。じゃあ、ダブルバイセップス。ラットスプレッド。サイドチェスト。バックダブルバイセップス。サイドトライセプス。で、アブドミナルサイド。で、マスキュラ。はい。こうやってレンズ越しに見るとね、色も白いし、まあ、その辺もまだまだかなっていう感じなんですけども。はい。という感じで、大胸筋のトレーニング動画でした。ご覧いただき、ありがとうございました。